超人女子戦士ガリベンガー V、 癒しの放課後トークだ。天皇少女シロです。本間ひまわりです。ごきげんよう、カルロピノですわ。今回は食虫植物についてお勉強しました。皆さんどうでしたか、ピノちゃん。やっぱ最初はあの食虫植物さんって虫さんを食べてしまうので、もう虫さんにとっての敵だって思ったんですけど、でも生態を知っていくごとにこう進化の過程が不思議すぎて、そう、賢い、すごい賢いなと思いましたね。確かに。ただ食べるだけではなくて、時に他の虫さんたちの助けになってたりとか、動物さんたちのお家みたいにトイレみたいになっていたりとかっていう共生関係というものに感動しましたね。確かに、前はただただ食べる側だったけど、じゃあ共生していくと、そんなことないか、虫さんにはいつも基本的にはすごく優しいもんね。基本的には私は優しいですからね、なんかね、かっこいいなって思った。生きるためにすごい自分をね、なんて言うんだろう、犠牲にしてるの。あー、自己犠牲。バクッ、確かに。バクッとじゃあ自分も進化のためなら、この姿じゃなくなっても構わない。じゃあひまわりさんももしかしたら進化すれば、頭の次会った時には違うかもしれない。そう姿が。なんかシロもすごいなんか本気で、正直未知の領域の分野に納得いく、なんか説明とともに学ぶことができて、なんかこんなに勉強。